北アメリカクラトン北アメリカクラトン変形されたクラトン不加体、北アメリカクラトンは構造地質学におけるクラトンの一つであり現在の北アメリカ大陸の大部分とグリーンランドを含む大陸近くの部分である19億年前に形成されたと考えられる最古の超大陸であるヌーナ大陸あるいはローレンシア大陸の一部と考えられているの茶色のエリアが 北アメリカクラトンであり、その後、6億年以上にわたって安定に存在してきた。この地域は、先カンブリア時代の古い編成岩と、日なり岩の基板岩が相対的に薄く若い体積層でほぼ覆われた構造になっている。11から12億年前に、クラトンの中央部で分離活動が起き、地高体を形成したを形成した。この活動の痕跡が、 現在のオンタリオ湖からエリー湖、セントローレンス川、セントローレンス湾へと続く地交帯である。しかしいずれもクラトンの分離には至らなかった。図の緑のエリアは最近6億年以内に付け加えられた大陸の部分を示している。これらは2つのプレートが衝突して別の大陸近くが合体、融合したものか海洋プレートが沈み込みたいに沈むに従い海洋地殻が 海洋プレートから引き剥がされて大陸に付着したものである。クラトンの変円を形作る図の紫のエリアは、先カンブリア時代の古い基板岩が、最近6億年以内にプレートの衝突で変形された部分である。衝突の力は、しばしば大陸の内部部各まで達する大集極や大断層を形成する。近くが隆起した場所では、これらの集極や断層が、 地表に露出するので、地質学者たちは、それを手がかりに過去を構成することができる。ありがとうございます。